一番大きい島が、数名島南門港数名島は、中華人民共和国の長江河口にあり、上海市数名区及び、チャンス紹介門市、京東市に属す島である。統計121度0930から121度5400、北京31度2700から31度51、15に位置する。北熱帯に属す気候は温和で出順。 年平均気温は摂氏15.2度で四季がある。数名島の面積は約1225平方キロメートルあり、東西約80キロメートル、南北約15キロメートルあり、中華人民共和国が実効支配している島の中では、海南島に次ぐ2番目に大きい島である。また、世界一大きい中石島でもあり、長江の門戸、東海栄州とも称される。 島の東に、東シナ海、南には、長江を挟み、上海歩道新区、宝山区、チャンス省大層市、西、北には、長江、チャンス省海門市、京東市がある。数名島の大部分は、上海市に属すが、ごく一部が、チャンス省海門市海栄号と、京東市京流号に属する。島は、全体的に平らで、 山も丘もなく、約90%が、標高3メートルから4メートルの間で、西部が東部よりも少し高い。南にある長江島、横差島と共に、数名区を構成している。数名島は、長江から流れ出た土砂が積もった、中石島で、東の部徳元年に、海面から姿を現し始め、さらに積もった結果、今の数名島ができた。 今でも数名島は成長し続けている。数名島の大気、水、土地は、比較的綺麗で、北亜熱帯気候に属し、温和で、湿潤、四季があり、十分な日照や降雨があるため、多くの種類の生物が生息し、島の東部にある数名東灘名湿地は、鳥類自然保護区と、中国国家地質公園にもなっている。2002年1月には、ラムサール条約登録地となった。 数名島には、特産品、優秀品、貴重な産品が多くあり、中国木葛谷、赤手谷、白尾類、エツ類、ギ、クルマエビ、シュガーモロコシ、金糸売り、アスパラガス、食用キノコ、数名白菜、売りの味噌漬け、白ヤギなどがある。ありがとうございます。